ピット離れで後手を踏んでしまったのは4号艇羽野直哉となっています。コース取り果たして動きがあるかどうか。10レースの予選です。2号艇西島をブロックしながらインコースに入るのは1号艇福島の中田龍太。今日前半レース直まくり行ったんですが抵抗あって6着です。そしてクランクシャフト交換、2号艇島根の西島義則が2コース、3コースは3号艇佐賀の峰龍太が入りそうです。そして4コースですが長野の5号艇金子龍太、5コースは大阪6号艇上庄信孝、初日はオープニングレース逃げて制しています。6コースは4号艇福岡羽野直哉ということになっています。従いまして脱出勢コースが変わっています。角は4コース5号艇金子で3対3です。3連単では134と、そして314が10倍来ています。スタートまではまもなく残りは10秒、インの中田は100メーター近辺です。1番、2番、3番ダッシュは5番、6番、4番です。スタートしました。1コース1号艇中田、スリット後は6号艇上条出ていきますが、まず逃げる1号艇中田、3号艇ミナ狙いすましてのマクイザス、あるいは切り込んだのは5号艇金子、そして6号艇の上条、4号艇羽野、マクイザスは3号艇ミネが逃げる1号艇中田を捉えるか。3番手5号艇金子、4番手から4号艇羽野がすぐスタートは正常です。2マーク3号艇峰が先制、つけまいったのは1号艇中田ですが届かず、3番手5号艇金子、外から4号艇羽野がすぐ、今度は3番手です。一接戦です。内5号艇金子、外4号艇羽野が並走。1マークトップは3号艇峰龍太、2番手1号艇中田龍太、3番手は外牽制5号艇金子龍太、6号艇上庄小回り、内をつくのは4号艇羽野、3番手です。3艇です。外5号艇金子、内側から4号艇羽野、大外6号艇上庄続きます。2マーク3号艇峰龍太、1号艇中田龍太、そして3番手切り返し気味4号艇羽野、包んでかわす5号艇金子龍太、上位は3番、1番、5番、あとは2艇審査、4号艇羽野、6号艇上庄ついて最終周回です。1周1マークまくり差しが入った3号艇峰が先頭、2番手1号艇中田、3番手5号艇金子が優勢に回るか、ここは龍太のワンツースリーになるか、そして4番手6号艇上庄、後方4号艇羽野、そして2号艇西馬が続きます。しかし3、4番手僅差、一定市販です。ラストマークは3号艇峰龍太が先頭でクリア、2番手1号艇中田龍太、3番手5号艇金子龍太が V 余ったんですが握っていく6号艇上庄が急追、3番手は接戦、先頭3番峰五輪、1番中田五輪、3番手最後どうか、内5番金子わずかに優勢、6番上庄、4番手後方4番羽野、2番西島五輪です。10レースのヒーローインタビューは佐賀県代表峰龍太選手です。お疲れ様でした。さあこのレース、はい、龍太ワンツースリーでございました。お気づきでございますか。金次がいるわこれ。そうなんです。あ、本当っすね、はい、スーパースター順で、ね、いやそれはなんか自分の口から言えないですけどさせてもらえたら、はいはい、ではねレース映像を見ながら振り返っていきたいと思います。本番進入変わりまして1フタ3ダッシュ564、峰選手は変わらず3コースからの進入でスタートタイミングがコンマ10あたりでしたね。あ、今の10なんですね。いやもうスタート全然分かんなくて、はい、適当に行って、はい、まあしたら西島の方が遅れてたんで、はい、まあ切れまくり出しがやりやすかったんで、はい、乗り心地とか船足は、全然良くなかったんですけど、はい、まあ、3コースだったらこの展開があるんじゃないかと思って、うん、だから逆にその乗り心地と、乗りん出足とか伸びがなかったんでバックとかはなんかちょっと劣勢な感じになっちゃいましたね。あ、そうですか。引きつけないといけない感じになっちゃいました。でこの2マークはうまく引きつけられたかな、ね、はいはい、だから先に行っちゃうと刺されそうな感じもしたんで、うん、あの音聞いて、はい、引きつけて、なんか結構そのなんていうかな、手使わんと勝てないような感じがしましたね、はい、まあ、そのあたりはさすがと言ったらよろしいですか。いえいえ、はい、はい、
なかなかねストライクゾーンが狭いというお話もあったんですが、はいはい、このレースに向けては今日がだから今日2走が外してますね。僕思ったんですけどストライクゾーン狭いっていうよりも、はい、昨日たまたまストライクゾーンのど真ん中入ってくれただけで、はい、入れるのめちゃくちゃ難しかったですね。今日1日調整してたんですけど、はい、だから確率的に言うと10分の1とか、はい、10分の2とか、まあ、じゃあ5分の1ですね。なるほど、はい、狭いですね。ではちょっとそのあたりと要相談での、そうです、まあ、それで難しすぎたらキャブが電気変えてみようかなと思ってます。わかりました。ただねこれで2勝目ということになりました。で、ね、はい、では最後にファンの皆様に一言いただいてもよろしいですか。はい、まだまだ見せ足りないと思うんで、見足りないと思うんで、もっといいレースしたいと思います。本場まで現場の熱気を感じて応援していただけたら、いいパフォーマンス出せそうです。応援してください。ヒーローインタビューご覧いただきました。10レースの競争成績です。1着3番峰竜太、2着1番中田竜太、3着5番金子竜太、4着以下はご覧の通りです。2連単3番1番380円2番人気、3連単3番1番5番3200円12番人気でした。勝ちました3号艇の峰選手は3コース進入でスタートタイミングコンマ09、決まり手はまくり差し、勝ちタイム1分50秒6でした。